株式会社 NMKV は日産自動車株式会社と三菱自動車工業株式会社が接班出資で設立した日本市場における軽自動車事業に関わる合弁会社。X、Days 及び Xspace、DaysLukes、l u k については三菱自動車工業が製造している。日産自動車と三菱自動車工業は2010年12月14日に 事業協力関係の拡大に合意。そのプロジェクトの一環として、2011年5月20日に会社設立について正式契約を行い、2011年6月1日に NMKV は設立された。役割分担は日産側が部品調達、企画、デザインなどを三菱側が製造、開発などを担当し、設立時の約35人の社員のうち、 半数強を三菱出身者で占めている。会社設立時点で約15%である軽自動車における日産と三菱のシェアの合計を将来的に20%程度に高めることを目標としている。設立時に三菱の軽自動車で日産が OEM を受けてオッチとして販売していた X ワゴンの次期モデルを開発し2013年前半に発売する予定とし、 軽自動車でトップクラスの燃費を目指し、車体とエンジンを新開発するとした。その後、2013年3月6日に初の共同開発者、3代目エッグワゴン及び初代デイズを発表し、同年6月より販売開始。同年9月の軽自動車販売台数が、デイズが5位、E クが10位になった。3代目 X デイズで日本国外から部品を調達するなどして、 先代モデルより30%コスト軽減。車両デザインでは、一つの案に対し三菱、日産両方のフロントデザインを組み合わせて提案するなどした。また、三菱がもともと持っていたエンジン3倍と二重型エンジンをベースに、日産の持つ技術を活用し、圧縮比をレギュラーガソリン仕様としては、高圧縮の12に向上。骨格は共通化しつつ、 外販やバンパーは作り分けている。共同開発の目的として、三菱側はエンジンや工場や開発施設を提供し、それらの費用を減らし、日産側は三菱が持っていない安全装備などを提供したりした。また調達費なども、日産側にとっては従来の OEM より抑え、三菱側にとっては単独で開発費が捻出できない問題を解消した。 開発メンバーは2013年6月の時点で企画担当が日産、三菱各2人ずつの計4人、開発担当が三菱16人、日産2人の計18人になっている。また、3代目 x d デイズの発表を行った2013年3月6日、第2弾としてスーパーハイトワゴンタイプの車両を共同開発することを発表。 同年3月25日に日産側の社名がデイズルークスになることとデザインスケッチが発表。同年10月3日に三菱向けの X スペース及び両社のエクステリアデザインが発表された。両社は2014年2月13日より販売開始した。三菱は2013年6月に今後の軽自動車開発を NMKV に一本化する方針を明らかにしている。社名の NMKV は日産三菱、K ビヒクルから取られた。軽自動車以外にも2013年11月に三菱、日産にルノーを含めた協力体制に拡大することを検討することを発表。その中で電気自動車仕様を含む新たなエントリーカーの開発を検討し、 軽自動車の車題をベースにすると発表した。役割分担として、軽商用車の開発は行っておらず、日産、三菱ともに、鈴木から、エブリーキャリーの OEM を受けている。日産自動車出身。2005年4月1日より2011年3月31日まで、日産自動車常務執行役員。NMKV 社長就任のため退任。 日産自動車常務執行役員就任前は、オーテックジャパンの社長を務めていたこともある。第3弾車種については、日産自動車で製造するとの報道もある2012年度の、シェアは日産7.7%、三菱3.7%で、合計シェアは11.4%程度になっており、3代目、エッグデイズ販売直前にも、改めて20%のシェア目標を明らかにしている。 NMKV の名称は株式会社 NMKV が2011年12月16日に第545万7018号で商標登録されている。デイズの名称は日産自動車株式会社によって1998年3月27日に第412万9404号で商標登録されており、もともとはエアロパーツ等のブランドとして使われていた。 AB 所在地の岡山県倉敷市水島高砂町6-1には2009年3月27日まで三菱水島病院が存在した。閉鎖後の病院建物では i m ミ f などのバッテリーの組み立てなども行っている。ありがとうございます。